北朝鮮は、北朝鮮に戻った脱北者が、新型コロナウイルス感染症に感染した状態であったと推定されており、韓国貿易当局が中止している。韓国貿易当局は、これについての最終身元確認を言っている状況だ。パクヌンフ中央災難安全対策本部第一次長は、26日午後の定例会見においてまだ脱北者の身元を確認できていない状態で、 身元が確認され次第、国内感染経路、接触者などがすぐに把握されるものと予想していると明らかにした。孫四根戦略企画班長は北朝鮮に戻ったことと関連して、関係機関と協議して詳細情報を把握中とし情報が確認され次第、患者管理システムを介して把握した後、27日頃に再び情報を提供すると述べた。 北朝鮮国営の朝鮮中央通信と労働新聞は26日午前、ケソン市で悪性ウイルスに感染したものと疑われる韓国からの逃走者が、3年ぶりに不法に軍事分解線を越えて、先月19日に帰郷する緊急事件が発生したと報道した。政府は、北朝鮮に戻ったという点に重きを置いて調査中である。そして、 現在は2017年に基準した脱北社 A 氏が疑われている。近保に住んでいた A 氏は、最近、新型コロナウイルスにより失業した状態であり、小手希望校の疑いで警察の調査を受けているところだった。ところが、捜査途中に消息が途絶え、住宅資金を引き出し、姿を消したことが分かった。政府や警察などの関係機関は、 この男性に現在連絡が取れていない中で、最近、金庫、官府は、巨洞の一体を事前に訪れたところを捉えており、事実上北朝鮮に戻ったものとして、暫定結論を下したことが伝えられた。